はい、またお花をいろいろと買ってきましたのでご紹介したいと思います。はい、まずはこちらのプチドールあやです。このプチドールのシリーズが欲しくて探してたんですけど、なかなか出会えなくて、まあ気長に探そうかななんて思っていたんですけど、今日たまたまイオンに普通に食材の買い物に行ってお花屋さん覗いたら、なんとこのプチドールをはじめとする、この三好のクリスマスローズが結構たくさん置いてありました。お値段は598円でした。でもう嬉しくなっちゃっていろいろ買ってきたんですけど、まずこちらのプチドールあや一重咲きの高瀬松林、ラベルのお花こんな感じです。寄せ植えにクリスマスローズを、まあ、来年使いたいなと思っていて、寄せ植えに使うならやっぱり、お花がたくさんついた方が楽しいなって思ったのと、あと横山園芸さんの、動画でおっしゃってたんですけど、このプチドールあやは葉っぱもそれほど大きくならないっていうことだったんですね。どうしてもクリスマスローズって葉っぱが存在感がすごくて、ちょっと寄せ植えに使いやすいとは言えないかなと思っていたんですけど、こちらのプチドールでしたら葉っぱが小さくていいかなと思います。あとは成長がすごく早いそうです。短期間で花が増えるので、今回買った苗まだこんな小さいですけど、まあ、来年寄せ植えに使うにはもう十分なんじゃないかなと思います。こんなに小さいのにすでにつぼみがねついてるんですよ。でこのプチドールのシリーズをあやを2つ買いました。ピンクが好きなのでピンクを2つ と、 あとこちらのプチドールしおり、これを1つ買いました。今の状態はこんな感じです。私白い花も好きなんですけど、来年寄せ植えにして飾る予定の背景の壁が白なんですよね。なので白いお花ちょっと目立たないかなと思って、ピンクを2つ買ったんですけど、やっぱりこの白も育ててみたいなと思って、このプチドールシリーズ全部で3つ買いました。で次にこちらのエレガンスシリーズっていうんですかね、ちょっとわかんないですけど、エレガンスグレープとエレガンスパープル、花色が多少違うんですかね。まずグレープの方から見ていきます。これは八重咲きの中輪ということです。八重咲き豪華で嬉しいですよね。今現在の状態はこんな感じ、新芽がここにありますね。で次こちらがエレガンスパープル、これも八重咲きの中輪、今の状態はこんな感じ、小さいですけど新芽があります。すごく似てるんですけど、私こういう似てる花色を組み合わせて微妙なグラデーションにするみたいのが好きなんですよね。なので2つ買いました。で次、イエローオーケストラ、これはアネモネ咲きの中輪となっています。これだけカインズさんで買ったものでお値段980円です。こういう咲き方、アネモネ咲きって言うんですね。黄色というかグリーンっぽいんですかね。個性的な花色、花形ってなっていますね。あ、ちなみに先ほどのプチドールとエレガンス、こっちは初めてでも育てやすい、こっちも初めてでも育てやすいってなってますね。こっちは初めてでも育てやすいって書いてないですね。大丈夫かしら。今現在はこんな感じです。でカインズさんにも、この三好のクリスマスローズ数としては割とあったんですけど、買ってもいいかなって私が思えたのがこの1個だけだったんですよね。ちょっとあまり多くは語りませんけれど、イオンで見たこちらの方が苗の状態が良かったです。はい、であとこんなのも買ってみました。赤ちゃんの苗こんな感じで、まあ、咲くのは何年後になるのかわからないんですけど、お値段がすごく安くて298円だったんですよね。で、これとこれ何色が咲くかお楽しみっていう感じで、まあ
宝くじ感覚で楽しいかなと思って2つ買ってみました。このラベルを見る限り、まあ、どれが咲いてもいいかなって思うんですけど、クリスマスローズなのでね、全然違う花が、ラベルにないような花が咲く可能性ありありですけどね。で、私ピンクが好きなんですけど、もしこの2つともピンクが入ってなくて2つとも黒とかだったらちょっと嫌なので、まあ保険として抑えとして、このピンク系って表示されているこちらも買ってきました。お値段こちらも298円です。ピンク系としか書いてないので咲き方はよくわからないんですけど、298円、こんな感じ。まだね全然小さいので、これは気長に育てたいと思います。はい、あとクレマチスの苗を3つ買いました。すごく安くて、なんとお値段296円です、ね、ラベルを見るとすごく綺麗ですよね。で、今現在の状態、どういう状態かというと、こんな感じ。クレマチスを育てたことがない人は絶対買わないでしょうねっていうような状態の苗なんですけど、もう私はある程度育てた経験があるので、これ見て芽がちゃんと出てるんですよ。新芽がこことかこれとか、今の時点でこんな感じで新芽が出ているので、まあ、多分大丈夫じゃないかなと思って買ってきました。ただ一つ疑問があって、ラベルを見ると3年株花芽付きって書いてあるんですよね。花芽付きってどこがって、この状態のどこが花芽付きって思ったんですけど、まああんまり深くは考えず、きっとこの花が咲くのでしょう。ベルオブウォーキング、すごい豪華なお花です。次、これもやっぱり花芽付きって書いてあるんですけどね、ダッチェスオブエジンバラ、白い豪華なお花。今の状態はこんな感じ、こんな感じでね、新芽がありますので多分大丈夫かなと思います。で、最後もう一つアンジェラ、ピンクのこんな感じの、いかにもクレマチスっていう感じのお花ですね。こんな感じで、ちゃんと新芽が出ているっぽいので、まあやってみようかなと。クレマチスの育て方とかいう本を見ると、初心者の人は、ある程度大きな苗を買った方が失敗が少ないですよって書いてあったりするんですね。でもクレマチスのある程度大きく育った苗って結構お値段しますよね。私もクレマチスを育てたいなと思って苗を買おうって思った時に、やっぱりなかなか大きな株って手が出なかったんですよね。上手に育てられるかどうかもわからないし、なんとなくクレマチスって他の草花とは違うような、難しいような、上級者向けのようなイメージがあったので、ちょっと手が出なかったんですね。で、そんな時にカインズさんで、すごく安い値段、多分298円とかだったと思うんですけど、たくさんの種類が売られていたんですね。赤ちゃんの苗が298円だったらチャレンジしやすいじゃないですか。なので、そういった苗を複数買って育ててみて、で、生き残っているのが今我が家にあるクレマチスたちなんですね。ほとんど、まあ、中にはもらい物で最初から大きな苗でもらったものもあるんですけど、なので、まあ、本には初心者の方は大きな苗から始めるといいですよって書いてありますけど、私はやってみないことには始まらないので、小さな苗でもいいから、興味がある方はぜひ育ててみるといいんじゃないかなと思います。クレマチスって冬はこういう状態になってしまって枯れちゃったのかなって心配になるんですけど、ちゃんと時期が来るとぐん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 葉っぱを出してきてくれて、私そういう姿に感動するんですよね。新芽とか大好きなので見るのがね。
クレマチスって結構手間がかかるはかかるんですよね。誘引したりとか、うどんこ病になりやすかったりして、でもやっぱりお花の豪華さはなかなか他に変えがたいですよね。人からこの花何って聞かれるのもクレマチス結構多いですね。やっぱり人目を引くんでしょうね。はい、次こちらです。プリムラ、これ以前も育てたことがあって、以前買った時はアンティークプリムラっていう名前で売っていたような気がするんですけど、今回これジェシカって書いてありました。このプリムラ、葉っぱの色がね、すっごく素敵なんですよね。ちょっと銅葉っぽいというか、落ち着いた色合いで、ニュアンスのあるピンク色と、ちょっと薄いペールピンクみたいな色です。で、これ意外と丈夫で、前に育てた時は私2年か3年ぐらい持ったような気がします。花茎がこう割と長くスーッて立ち上がるんですよね。なので寄せ植えにした時に高さが出るというか、他のお花の邪魔にならないというか、使いやすいと思います。これ単品で植えてもすごく素敵です。2株買いました。可愛いですね。で、次こちら、これ皆さんなんだかわかりますかね。ティアレラです。お花がついててこんな感じ、すごくね小さくて色も淡いピンクで可愛らしいお花です。このティアレラってヒューケラとよく似てるんですよね。ヒューケラと似てるんですけど、なんていうか、このティアレラの方がひっそりしっとりっていう感じで、これはこれで私大好きなんですよね。ヒューケラのお花って好きじゃないとは言いませんけど、まあ、咲くと割とすぐに切ってしまうんですけど、このねお花、これはね見応えというか、とっても風情があって私は好きです。これもヒューケラ同様、寒さに強くて丈夫なので、とても育てやすくておすすめです。葉っぱの感じがちょっとヒューケラと違うかなっていう、なんか産毛が生えてるような感じ、見えますかね。あ、この辺とか見やすいですかね。こんな風に産毛が生えてるような感じで、マットな質感っていうのかな、すごく落ち着いているので和風な雰囲気があります。はい、で次こちらのウィンタークラッカー、ゴールデンクラッカーの和製品種って書いてありますね。お花はこんな感じ、キク科って書いてあります。ゴールデンクラッカーの和製品種って言われても、私そもそもゴールデンクラッカーを知らないので何とも言えないんですけど、なんか面白いなと思って買ってみました。寄せ植えにしたら結構良さそうかなって、高さが出るのでね、芯になるかなと思って、例によって育て方は今から調べます。つぼみもいっぱいついています。こう見るとなんかいかにも効くって感じしますね。で次、アリッサムサクサティーレサミット、こんな感じ、菜の花みたいですね。これずっと前に何か本かネットかちょっと忘れちゃいましたけど、なんかで知ったんですよね。アリッサムで黄色なんてあるんだなって結構印象に残っていて、見かけたら欲しいななんて思っていたので、見かけたので買っちゃいました。アリサムに比べて随分葉っぱも大きくて、なんか力強い感じがします。今香りを嗅いでみたら甘くていい香りがします。菜の花にすごく似ている感じです。はい、次小町林道です。これ私初めて買ってみました。雰囲気としてはひな草に似ているかなっていう感じです。入っているこのポットというかプラスチックの鉢もよくひな草が入っているのに似ています。リンドウって書いてあるので、あのリンドウの仲間なんですかね。だとしたらちょっと難しいような気もしますけど、まあ、とにかくこういう小さいこじんまりしたお花大好物なので買っちゃいました。
育て方全然わからないので後で調べてみたいと思います。で次、ヘリクリサムライムミニ。秋冬の寄せ植えでヘリクリサム結構使ったんですよね。ちょっと名前忘れちゃいましたけど、でヘリクリサムっていろんな種類があるんだなって、面白いなと思って、でこれライムミニ、本当にライム色の葉っぱの色が素敵です。あと多肉植物のこれなんて読むのかな、新玉つづり、新玉つづり、ちょっとわからないですけど、こんな感じ。前ビアホップっていう多肉植物育てていたんですけど、ちょっと防寒対策が足りなかったみたいで寒さで枯れちゃったんですよね。でこういう形好きなので買ってみました。私こういう苗を買う時ってあんまり何に使うとかあまり考えずに、なんとなくただ良さそうだなだけで買っちゃうんですよね。使い方は後で考えるみたいな。ホームセンターとか園芸店とかいろいろ見て回っているとだんだん相場が分かってくるっていうか、この値段でこの株の状態はもう買いだぞとかいう、なんていうかセンサーが働くっていうんですかね、そのセンサーに従って買ってるっていう感じです。はい、あとこちらタイムとしか書いてないですね。ただねここ見るとミモトって書いてあるんです。ミモトコレクション。ミモトってあの動物ビオラで有名なミモトさんですよね、きっと。ミモト園芸、こういうピンクの符が入った可愛らしいタイム、あ、ちょっとレモンみたいな爽やかな香りがします。こういうのって買っといて困らないというか何にでも使いやすいですよね。フォックスリータイムが好きでよく使うんですけど、このピンク色の符は持ってないなと思って買いました、ね、この辺とかすごくピンクが濃く出てて可愛らしいです。あ、いい匂い。あとこちらスイートピーです。これねお値段が98円だったんですよ。種をまいてここまで育てるってことを考えたらもう絶対買いじゃないですか。これ最後の1個だったんでもう迷わず買いました。スイートピー切り花にしてもすごく素敵ですし香りもいいですしね、大好きなお花です。はい、で次ユーフォルビアアスコットレインボー、こんな感じ、本当にレインボーカラーですね。園芸始めたばかりの頃にユーフォルビア育てたんですよね。なんか独特の目玉みたいな花が咲いてちょっと気持ち悪いななんて思って、それ以来育ててなかったんですけど、やっぱりこの品種も独特なお花みたいですね。ただあまりにもこのカラーが綺麗だったので育ててみたいなと思って買いました。寄せ植えに使うか単品植えにするかちょっと決めてないですけど育ててみようと思います。はい、こちら見切り品でオステオスペルマム買いました。249円。今現在の状態はこんな感じで、まあ見切り品なので乱れてはいますけど元気は良さそうで、この枝折れちゃってるんですけど挿し木に使えるかなって思って買いました。お花はこんな感じ、オレンジ色で中心がちょっと紫っぽいのかな、雰囲気のあるオレンジ色です。パキッとした単純なオレンジじゃないですね。こんな感じで中央はちょっとパープルがかっています。このオステオも何回か育てたことあるんですけど、だいたい夏越しに失敗して枯らしてたんですよね。今度はどうなるかチャレンジしてみます。はい、であと鉢も買いました。メイドインイタリーと書いてあります。私このデローマの鉢割と好きで、ジョイフルさんで取り扱いがあるので割とたくさん買ってるんですよね。で何がいいかって安いんですよ、値段が。これは247円で安いんですけど結構見栄えがいいというかシンプルで何でも合うんですよね。すごく使いやすくて、でこのサイズこの形初めて見かけたので買ってみました。全部で3つ。鉢を買う時って1個だけ買うよりも複数買った方が飾る時に飾りやすいんですよね。
我が家は敷地がそんなにないので飾るって言っても玄関の前かブロック塀の上かっていう感じなんですけど、これちょうどブロック塀の上に置くのに、並べておくのにちょうどいいかなと思って3つ買いました。意外と鉢買うときって複数買うのおすすめです。例えば大小で2つ買うとか、同じもので3つ買うとか、そうすると普通に植えて並べておくだけでもなんとなくリズム感が出ていいかなって思うんですよね。ベローマの鉢おすすめです。購入内の紹介は以上になります。ここから先なんですが、私他の方の動画を見ていてウィンティーの育て方を、ミスっていたことに気づきました。急遽植え直しをしましたので、もしよかったらそちらご覧ください。ちょっと私育て方間違えたかもしれないですね。冬場の水やり基本的に全部乾かし気味で管理してるんですけど、このウィンティーに関してはそれはダメみたいですね。水切れに弱いそうです。で、私乾かし気味に管理したいと思ってわざわざこのヘデラを一緒に植えてたんですよね。しかもかなりの年代物でもうしっかり育っていて、すごく太くなっちゃってるような、いかにも水をたくさん吸いそうな、これを一緒に植えていたものですから、多分水切れを繰り返して弱っちゃったんじゃないかなって。なのでちょっとこのヘデラ抜きたいと思います。ヘデラは抜いて別の鉢に単品植えにしました。で、こちらのウィンティー抜いたところに土を足しました。私防寒のためにこの鉢土の表面に腐葉土を敷き詰めていたんですね。そのせいもあって土が乾いてるのになかなか気づかない時が何回かあって、それで弱っちゃったんじゃないかなと思うので、今回はもう土そのままにしておきます。かなりの面積こんな感じで茶色状態でちょっと寂しいので、セダム、これを散らしていきたいと思います。はい、セダムを散らしてみました。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。ではまた。